っかりシティ戦マンオブザマッチに選出されてしまう。遠藤航、プレミアリーグの天王山マンチェスターシティ戦にてマンオブザマッチ受賞。遠藤さん、世界的なビッグマッチで MVP を取る活躍、これはニュースで報じるべきよ。歴代日本人最高到達点を超えたかな。この男ヤバすぎる。遠藤がプレイヤーオブザマッチとはすごいな。ダイクとマカリスターを差し置いて、12月の月間取った時も思ったけど、やっぱ世界中のコップは見てるよね。そしてわかってる。中2日であれだけ走り回ってパス成功率 95% 超え、デュエル面もほとんど勝利し、デブライネに全く仕事をさせなかった。ペップは想定外だったと思う。それくらい衝撃的だった。遠藤がデブライネに仕事をさせなかったことで自然とハーランドも消えてたの。マジでデカすぎた。遠藤、マジでデブライネに仕事させてないのワールドクラスすぎて草。そして、日本人として最高到達点になったとの声も。三笘も冨安も遠藤も、プレミア1年目でバリバリ活躍してるからすごいよな。日本人だからとか、ひいき目なしでとかでもなく、単純にあまた有料プレイヤーが苦戦してきたことを知ってるからこそ感じるものがある。30歳でプレミア移籍の苦労人、1年目でスタメン、カップ戦決勝でキレキレのスタメンフル出場、シティとの大一番でマンオブザマッチ、ストーリーとしても実力でも日本人歴代最高更新しちゃった感はある。でかい映画化しろ。この時代に生きててよかった。